トラビス・ジョージ・バックは、アメリカ合衆国ワシントン州ベントン郡リッチランド、出身の元プロ野球選手、ウト左打。2002年の MLB ドラフト23巡目で、シアトル・マリナーズから指名されるが契約せず、アリゾナ州立大学へ進学した。2005年の MLB ドラフト1巡目追保で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。 2006年は a 級ストックトンポーツと AAQ ミッドランドロックハウンズで活躍し、オールスターフューチャーズゲームに外野手として選出されている。2007年メジャーに昇格し、82試合に出場して7本塁打出塁率377の活躍を見せる。かつてアスレチックスの外野手として活躍したエリック・バーンズに似たヘアスタイルを披露した。 2008年は日本で行われた開幕戦にも出場したが、ヒットを打てず、不審に陥りマイナーに降格。トリプル A 級サクラメントリバーキャッツでシーズンを過ごした。セプテンバーコールアップで再びメジャー昇格したものの、結局38試合に出場して、出塁率291と調子を戻せなかった。2009年は36試合の出場に終わった。 2010年12月2日には、翌年の契約を提示されず、ロンテンダー FA となった。2010年12月20日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。2011年は開幕メジャー入りしたものの、昇格と降格を繰り返し、8月3日に40人枠から外れた。9月29日に FA となった。 2011年11月5日にヒューストン・アストロズとマイナー契約を結んだ。2012年10月5日に FA となった。2012年11月28日にサンディエゴ・パドレスとマイナー契約を結んだ。2013年11月5日に FA となった。2014年1月20日にパドレスとマイナー契約を結んだ。この年が 現役最後のシーズンとなった。打席ではバットを立てた後、一度バットを前に傾けながらリズムを取る。主に一番を打つことが多く、初級打ちはあまりせずじっくりボールを選ぶ。ありがとうございます。